ということで、今日はポワちゃんのルーティーン行ってみたいと思います。今日は釣りに来てます。松本城、松本駅、長野県松本駅の徒歩20分くらいで来れるのかな。そんなところに釣りに来てます。こうやってお休みの日はゆっくり釣り糸垂らして、じゃあ何が釣れるかな、ワクワク楽しみだな。何が釣れるかな、やってこいやってこいやってこい、釣れろ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 、うわー、結構大変な思いしてます。もうちょっともうちょっともうちょっとで釣れそうなんだけど、ぐるぐる回して、なんかしらをぐるぐる回、釣れなかった釣れなかったよ、注意された、参りました。少女になってみた。こばしゃラッキーシャーラクだよ。こんにちは、こんばんは、小林シャラクです。はい、ということでですね、冒頭何が起きたかと思ったことでしょう。そうです、今回はバビ肉ってやつですね。あの VTuber を始めるときに話に出たバビ肉、女性の声を加工、違う、男性の声を加工して女性っぽくするみたいなのができるんですよ。でね、始めた時は基本的に Windows ばっかりだったんですよ。で、なんとなく調べたら Mac でもできるみたいで、まあ、設定がね、ちょっとめんどくさいからもうやってみよう、とりあえずやってみようと。で、Windows は持ってるんですけど、基本的に配信でしか使ってなくて、なので、まあ、今回やってみました。あの、声のね、調整がね、やっぱ難しいんですよね。でも、Windows、まあ、ちょっと機会あったら試してみようかなとは思います。で、あと、ちょっと絵を描くのがめんどくさかったので、まあ、書かないで、ありもので済ませてみましたが、じゃあそんな感じで小林シャラクシャータン V は女性化で一気になんか有名配信者みたいな感じに VTuber になってみたいと思いますけど、どうなんでしょうか。では行ってみましょう。わっ、わわ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 わー、できました。なんかすごくないですか。もうこれ言ったら女の子みたいなもんじゃないですか。やっぱさ、いろいろ頑張っていじってみたんだけど、どうしても合成感が結構出ちゃう。なんか難しいな、調整が。これ Mac でやってるんだけど、 Windows でやったらまた違うのかな。でもちょっと機会があったら試してみようかなって思います。でもこの喋ってる時にこの変えた声はちょっと遅延がすごい、遅れがすごいから消してて、自分の地声だけが聞こえてくるの。なんか非常にキモい、耐えられませんね、これね。自分の声でこの喋り方は死ですね。っていうか、ほら、見た目も女の子っぽくしてみました。これ、ほら、髪の毛のなんかつけれるやつなんかしらつけてみました。女子っぽいじゃないですかね。知らんけど。あと、ほら、目。この目。目の傷。かっこよくないですか？もうすごくないですか？あの、先駆け男塾の富樫みたいじゃないですか？あの、バキのオロチドッポとか。私が、先駆け女塾、シャラーポアこと、シャラクマルポアコです。である。ポアちゃんで呼んでね。ポワポワ？ポワポワ？なんだそれ？アホが！まあ、そんな感じで、ちょっと、女の子になってみたし、お出かけとか、してみようかな。あ！お腹が、空いたような、空かないような、どっちやねん。まあ、そんな感じで、じゃあ、お蕎麦、食べに行こうかな。お蕎麦を食べに、行ってみよう！うわぁ、ぷー、ゆっくりわぁ。お蕎麦が食べたー、食べたい食べたい食べたい、お蕎麦が食べたい。ということで、長野県にやってきました。松本
市です。長野県松本市の釣り場、釣り場じゃないのかな、わからないけど、そんな感じで今オキュラスクエストでリアル VR フィッシングっていうソフトやってるんですけれど、それの基本的に海外が多いのね。でもダウンロードコンテンツで別料金で日本のマップもできちゃって、それの第2弾を買ってます。で、それはどういうのかというと、まあこんな感じで釣りができると、いろいろ日焼けとかそういうのを気にしている人には、あ、女子にはぴったりのお遊びなのではないでしょうかと思います。ということで、お腹が空くまで腹ごなしだー、皆殺しだ、なんでやねん。で、まあそんな感じで動画もうこの辺で終了にして釣りに勤しみたいと思いまーす。この動画が良かったと思ったら、チャンネル、違う、なんだっけ。あ、高評価だ。高評価、チャンネル登録、お願いします。では、小林、あ、違うな。ポーちゃんでした。ポーちゃんでした。じゃあね、バイバーイ。